おった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 。でかっ。奄美サソリもどきだ。初だな。奄美サソリは初。ちょっとガーめっちゃ飛んでくれ。奄美サソリもどきは初ですね。石垣島にいる台湾サソリもどきとはちょっと違う種類、ちょっと違うらしくて、まあ何が違うかわかんないですけど。お、ガに反応してます。おお、でかいよ。しかも、あー、ごめん、行っちゃった。めっちゃでかい。フルアダルトってこんなでかいの？ジャイアントビネガノンみたい。こいつもでっけー。あー、あー、行っちゃった。こういう小さい隙間が住処なんだろうな。またもでか。あ、ま、ミサソリもどき。でかかった今のも。はい、また奄美サソリもどき。これもなかなかいいサイズだな。ていうかいいサイズのやつしかいねえな。チビサソリもどき全然見当たらない。いっぱいいるわサソリもどき。あ、あ、あ、挟まれちゃった。痛くないけど。おこ、おこですね。あんまり家来るとお酢かけられちゃうからやめとこう。ほんと腐るほどいるな。こいつ逃げるタイプね。ツンツン。台湾とどこが違うんだろうね、奄美のサソリもどきは。かっちょいいね、サソリもどきは。世界三大奇獣ですからね。こんなのが日本にいるんだよな。素晴らしいね。そっち車道だよ、引かれちゃう。あ、でもそっち行くと溝か。あ、でもお前溝入っても、あ、そっち車道、車道。お前水入っても出てこれるだろ。引かれないようにな。あ、そうそうそう、そっち行ってな。うい、あばよ。またいた。あれ、こいつムチなくね。ムチがない。お尻のムチなしだ。どうした、なんかやられたのか。ムチなしサソリもどき。ここにピョって出てるものがあるんだけどね、通常だと。あ、ごめんごめんごめん。こいつ怒るタイプだ。なんか怒るタイプのサソリもどきと逃げるタイプのサソリもどきがいますね。こいつは怒るタイプでした。お、今回初奄美サソリもどきのチビ。ちっちゃい。指サイズ。またちっちゃいね。奄美ビネガロン。かわいいサイズ。そんなかわいいサイズのすぐ近くに、あ、中入っちゃったか。あ、ケツ見えたね。でっかいサソリもどきがいました。あ、こっちにもいるわ。中入ってったわ。めちゃくちゃいるねサソリもどきは。このヤスデもめちゃくちゃいる。ほら、これなんていうヤスデなんだろう。ちょっとこの石ひっくり返してみましょうか。ほら、何もいない。珍しい。あ、なんか食ってる。ヤスで食ってんのか。
安手を加えてますね。かっこいい。めちゃくちゃいるけど。あ、ほら、ここにもいる。正味もう飽きたな、サーサリモドキは。同業者が一番怖いよな。サソリモドキ、こういう穴の、あ、ほら、巣穴の中に戻っていった。基本的に夜行性で、こういう巣穴からすぐの場所で餌を待機してる感じかな。なんかどの個体も結構すぐ危険を感じたら巣穴の中に入っちゃうんで、意外とこう待ち伏せ型なのかもしれないですね。探索するよりかは。できるだけこういった巣穴の近くで獲物を待ち構えて捕食すると。で、もし身の危険を感じたらすぐに巣穴の中に逃げれるようにって感じなのかな。あ、いていていた。ほらほらほら。で、この中がほらね、ほらほら入ってた。なんかすごいタランチュラと似てるような気がする。地中性のタランチュラとすごい習性が似てる感じがしますね。